ことなく身を焦がしたい前半戦の天王山大阪大会チャンピオン候補入場反戦です。スパイビーです。カウベルが響き渡るブルーロープのうなりそのまま反戦の気合を示しているようだ。90年代最初の世界最強タッグチームの栄誉と称号はどのチームに輝くのか。9年連続出場スタンハンセン鶴田に次いで優勝経験が多い4回優勝のスタンハンセン3年連続の優勝を目指します。最も気合の入っているチームまずダディスパイビー現在3冠王者3年連続チャンピオンを目指すスタンハンセン体にファイトを振りかけて今世界がライバル田植え TT4 全日本代表チーム最強ダックの顔ジャンボ鶴田です。竹内さん前回放送の後楽園ボディ組ハンセン組鶴田組馬場組順当に勝ちましたがいよいよ潰し合いが始まりましたね。いよいよ中盤からですね後半にかけての大きな山がやってきますね。全ての勝ちは2点引き分けが1点全ての負けそして両者リングアウトは0点であります。優勝チームは1000万円の賞金と世界タッグ王座が与えられます。ここまでこの鶴田田植え組はブッチャー組に勝ちディートン組に勝ち馬場組に名古屋大会敗れました。現在参戦して2勝1敗4点片やハンセンチームはパンクスに勝ちエース組に勝ち2戦2勝4点であります。高橋さん鶴田組としましては24時間前の名古屋大会馬場組に負けました。今ゴンが鳴ったもう1敗も負けられない。そうですねもう2点ロスしてますからねこれ以上のロスはもう許されないところまで来ますね。それには強敵であります。このダニー・スパイビーそしてスタン・ハンセンダニー・スパイビーも気合が入っています。おっと鶴田が出たぞ早くも鶴田が出たそしてスパイビーだ鶴田コールが起こっている鶴田コールが起こっている竹内さん竹内さんはゴング氏でこの鶴田田植え組が優勝できなかったら頭を丸めると宣言しましたね。おそらく今日のこの会場の盛り上がり見てもねそれがやっぱり今の全日本のファンの一番大きな期待だと思うんですね、はい、期待と言いますとやはりこの全日本チームに頑張ってもらいたいという今年は何が何でもこの鶴田田植えでやっぱり優勝してほしいですね。竹内さんも同じ思いですね。今ショルダータックルジャンボ鶴田ちょっと動きました。さあ自らロープに飛ぶスパイビーの気合も伝わってくるようですね。さあ気合入もう一回だエルボーミサーを倒したエルボーダニースパイビーに打っていきました。そして田植えタッチであります。田植えは初出場スパイビーが相手さあドロップック田植えアキラ表情が険しくなりました。まさにこの行走ご覧ください闘志むき出しさあ突っ込んだエルボー武さん技のタイミングが非常に正確になりましたね。それとですね、今年平成2年ですね、田植えは良くなったと言われる集大成をこの最強タッグで見せてほしいですね。あそうですよね激動の全日本プロレスの中この一番成長したのが田植え明になりますがスパイビーのラリアットであります。そしてスパイビーもジャンボ鶴田にエルボー三沢が乗り移ったようなそういうスパイビーの動きであります。そしてスタンハンセン入場田植えにキックを打っていくスタンハンセンさあ田植えを飛ばすエルボー田植え動きはどうか止まってしまうか起き上がるかすごいストンピングだスタンハンセンものすごい形相だ気合が入っていますスタンハンセン首根っこを捉えた場外へ投げてますスタンハンセンこれを追う深追いかそれとも場外でスタミナを奪おうという作戦か村井谷エルタッチにチョップを打っていくスタンハンセンであります。金髪を踏み出しているスタンハンセンそしてこのすごい動き速い動きスタンハンセンの動きどうです。やはりここまでですねやっぱりその3勝6点に来たやっぱり自信がですね今日の試合でもはっきりと出てますね。そうですか竹内さんアメリカでこれユナイテッドステイトのアメリカのヘビー級チャンピオンになりましたね。ですから日本の座合わせると今やもう4冠王ですからね。そうですね現在3冠王座を持っております。従いまして最強タッグを優勝すれば五冠王になります。スタンハンセンハンセンからスパイビーへのつなぎです。チョップを打っていくさあ田植えも返せるようになった突っ張りが早く漏れた田植えさあ投げるぞスパイビーを投げた今日も期待できそうだ田植え明そしてジャンプ釣れた飛び込んできたガス竹内さんスパイビーの気合の入り方どうご覧になります。スパイビーも良くなってきました ね、 鶴田のこのエルボーに歯を食いしばって耐えている、うん、今ちょっと口が開いた苦しそうだスパイビーさあジャンボ鶴田腕を捉えた振る振り返すスパイビー何があるかおっとラリアット
のショルダースルーはいつもジャンボが見せるパターンですけどね。そうですね、それを逆にスパイビーが打って、しかもですね、自分でやっぱショルダータックルを持ってきましたね、はい、そしてフロントのヘッドロック、三半線のタッチワークが早いです。高橋さんね、早いですね、はい、どういう試合になっていきますか。さあ元三冠王のジャンボ鶴田、現三冠王のエルボーウィー、三半線カバー、この三冠王像を巡る思い、この最強ダッグ決定リング戦ではタイトル戦が行われないのが不分率、従いましてそういう思いも鶴田胸中にあるでしょうね。まあ、ジャンボとしてはなんとかこのやっぱりシリーズでですね、できることならやっぱ三冠戦やりたかったんでしょうけどね、はい、やっぱりこれだけやっぱり公式戦が詰まってますんで ね、 そ、 うですね、それが叶わなかっただけに今日やっぱりなんとかそれを報いてほしいですね。三半線フェイスロックであります。前々シリーズミサオを破りまして、この挑戦権を獲得しましたジャンボ鶴田ありますが、三冠王座は取り替え、とりあえず挑戦は来年ということに持ち越されました。その分世界最強だ決定的戦にかけていますジャンボ鶴田、その思いは三半戦と同じ。さあギロチンドロップ、竹内さん、ゴディ・ウィリアムスがここまで全勝できておりますから、ハンセン・スパイビーにとりましてもこれは負けられない一戦ですよね。まあ、横を見るとまさにですね、そのゴディ・ウィリアムスが同じような形で並んでるだけにですね、はい、やっぱりハンセン・スパイビーもここは星を落とせないですね。ショルダーバスター、ダニー・スパイビーであります。ゴディ組は元世界ダッグチャンピオン、しかし竹内さん、ハンセン組は世界ダッグについてませんからね。それだけにですね、今年はやっぱり何が何でもまたこれもまた優勝を狙っていきたいところなんですよね、はい、さあブレンバスターで切り返したジャンボ鶴田であります。全シリーズ豪華なメンバーが集まりました。その鶴田組とこのハンセン組、前哨戦を行いましたが、その時には鶴田組が敗れております。今日はどういう試合になりますか。さあやっとギロチンドラップ、タグビアキアであります。竹内さん、一つこの大変明るい材料があるんですが、このタグビアキアがですね、あっとトランクスを掴んで場外、これはうまい。さあその三半戦が今待ち受けて、今5分経過、キックを飛ばしていく、そして傑作攻撃だ。このハンセンにシングルマッチでしたが、竹内さん、タウエがもうものすごい粘りを見せて5分間ヘッドロック、そういう試合が私記憶に残ってるんですがね。ありましたね、やっぱりあれを思い出してですね、今日もやっぱりタウエはやっぱり守りよりも攻めてってほしいですね、はい、そうですね、ここからの反撃に期待したいと思います。ハンセンもあの時にはあそこまで攻め込まれるとは思わなかったと、このように話しています。ダニー・スパイビー正面から正面飛びのドロップキック、そのままカバーできます。ダニー・スパイビーであります。今日はスパイビーが何か光ってますね。そうなんですね、鍵を握るのはひょっとしてこのダニー・スパイビーかもしれません。まだスパイビースパイクは出していない。左のパンチ、腹組みに打っていった、首筋のあたり、さあこれを歯を食い巻いて耐える田植え、何かありそうだ。ヘッドバットがあった、ヘッドバット2連発田植え明、しかし巧妙に青コーナーに吸い込まれてしまいました。三半線が待っている、そしてコーナーマットに打ち捨てられました。三半線の動きパワフルであります。あっとこれをかわした、この辺の動き、この体が大きい田植えですのに、今の軽快な動き、かわしましてラブのチャップを合わせます。逆に今度はスタンハンセンをニュートラルコーナーに追い込みました。田植え明、エルボーが開くのないエルボーであります。ハンセンが左の手首を痛めてますからね、ここをまず攻めていくことですね。なるほど、一点集中攻撃をしたい田植え明であります。離しません、離しません。スタンハンセンの左腕、このテーピングが施されております。この激戦の中で痛めました左手首、これをなんとか狙いたいところであります。さあコブラツイストはダニー・スパイビーであります。ここまでの流れ、竹内さんどうご覧になりますか。そうですね、タウエも頑張ってますけどもね、やっぱりチームワークとしての流れではやっぱりハンセン・スパイビーの方が一つの流れを持ってますね。あ、そうですか。この両チームでありますが、鶴田タウエ組は来週放送の横浜大会ゴディ、おっと逆にコブラを行った、コブラを行った、来週横浜ゴディ・ウィリアス組、来週札幌エース組、そして3週後の最終戦武道館大会では三沢組との対決が決まっています。まさに一つも落とせない、あー一つ返されてしまいました。ダニー・スパイビーのバックドロップ、スパイビーカバーだ、田植えどうする、歯を食いしばって返しました。一方のハンセン組は来週放送横浜三沢組、来週放送札幌馬場組、3週後放送の武道館ゴディ組、高橋さん、両チームにとりましても息がこれ抜けないですね、今後ね。もうこれは抜きようがないですね。そうですね。さあ田植え窮地を脱しました。いい形でタックのセオリー鶴田に渡しております。この辺も成長の後、さあ鶴田応える、ジャンピングリー、ジャンボ鶴田、そしてハンセンにも打った、最強タックの顔ジャンボ鶴田であります。そして踏みつけ、力感がありますジャンボ鶴田の攻撃、そして力強い逆エビ固めに行こうというところであります。高橋さん、この馬場組にはこの不覚を取りましたジャンボ鶴田タウエでありますが、
高橋さん、この勝ち方を見てますと、ブッチャー D トン組、ブッチャー組 D トン組で対戦しました時にも、あのフライングボディシタストロップが非常に有効なんですよね。このシリーズのジャンバーバックドロップよりむしろですね、あのフライングボディシタストロップの方なんかやっぱ重要視してますね、はい、さあ膝を当てました。さあ飛び込んでフライングボディシタスがあるか、あー左でゴース、アームブリカー、そしてロープを利用する。この高橋さん、フライングボディシタストロップっていうのはバックドロップよりも安定感はありますよね。バックドロップの場合はですね、やっぱりどうしてもちょっと待ってください。はい、今放送席横、相変わらずスタンハンソンの左腕を今度は鉄柵を利用しました。非常にこの効果的に場外戦を制しました。ジャンボ鶴太郎います。高橋さん、お話し続けてください。バックドロップの場合はですね、打った後にホール行くまでのやっぱり何秒間かありますよね、はい、しかしあのフライングボディシタードロップの場合はそのままホールの体勢に行きますからね、ははやっぱり数秒間のやっぱり節約になるわけですね。なるほど、そのあたりはやっぱりその勝ち取りゲームですからね、はい、ジャンボとしても計算してるんじゃないですかね。なるほど、このハンセンの今左腕集中攻撃を行っておりますが、この昨日も名古屋でハンセンの左腕でエース小橋が集中攻撃を行っています。もうこれ竹内さん、本当に1000万円だと思って話しちゃいけませんね。ともかく一度掴んだらガッチリズムを掴み切ることですよね。はい、竹内さん、この1敗をね、馬場組にいたしました鶴田田植え組ですが、特にこの田植え初出場だ、その辺心理的なもの、尾を引いてますか、ダメージってのは、まあ、ファンの間はです、ではですね、やっぱりちょっと優勝無理かなという声もあるんですけどね、はい、僕は逆にですね、この1敗で田植えは気分が楽になったと思いますね。あ、なるほどね、やっぱり当然初出場ってことでプレッシャーかかってましたからね、それがやっぱり1敗したことによって初めてなんかその足が地についたと言いますかね、これからが本番じゃないですかね。馬場さんもお話でした、あの後楽園大会最強ダックのリング上というのは本当に独特の雰囲気があるというだけに、この田植え1敗がどういう風に影響を及ぼしますか。さあ、高連携を見せているジャンボ鶴田も攻め上げる。竹内さん、しかしね、ここを攻めて左腕、黄金のラリアット、左腕どうですかね、効果ありますか。まあ、かつてですね、馬場選手もですね、もちろんジャンボもですね、いろんな選手がこの左腕を攻めてみたんですけどもね、はい、完璧に攻め切ったことがないんですよね。ああ、なるほどね、それほど強靭な左腕であります。今サイビーがカットしました。タッチの回数が多い、完全に流れは鶴田田植え組に向いておりますが、どこまで徹底してこの左腕を攻め上げることができるかどうか。近距離からの竹内さん、このラリアットがスタンハンセン、非常にジャンボのフライングボディシタストロップを言うならば、この人のあーっと動くだけ、ショートレンジのラリアットが怖いんですね、このシリーズ最近特に怖いですね。あーっと危ない、右の竹内さん、エルボーですか。右でエルボー出しましたね。いやいやいや、左がダメなら右なんですよね。あー、これがオイスリュー選手の証でありますスタンハンセン。さあ、ダニースパイビーは今度はタイムドライバーを打っていきました。そのままカバー、赤いコーナーでもカバーに行くというこの姿勢、ダニースタイビーであります。カウント2で返したタウンに拍手。さあ、今度は横投げにしてサイドバスター。高橋さん、4人が4人、これ2メーターの身長ですからね、一つ一つの技に本当にやっぱり重みっていうか、その重圧感がありますね。そうですね。さあ、今度は広角のカバー部分ですか。ちょっと外れたか、タウンどうだ、これは返せるか、するたまにやった。これスパイビーのパワーボムの場合はですね、落とす瞬間に手を離すんですよね。はこれがやっぱり危険ですね。そしてゴディよりも身長があるだけにね、振り方が大きいですね、そしてスタンハンセン、今度は低空打が速いブレンバスター。さあ、そして声を出してエルボー、いや、ランニングエルボーと申し上げた方がいいでしょう。片指に固める、すごい片指固めだ。高橋さん、すごい片指でしたね。そしてサポーターを脅す、ニードロップですね。今度は首を狙ってきた、後頭部を狙ってきた。ハンセンスパイビー組、一進一退、流れは変わった。ハンセン組有利、ニーを突き上げるスタンハンセンです。あの鉄腕はいつになるか。うわっと右のエルボー、左がダメなら右、本当にスタンハンセン心得ております。さあ、田植えコールが起こってきた。田植え耐えることができるかどうか。さあ、今青いコーナーに捕まろうとした人おります。ダブルの攻撃を受けようとしております。ダブルのタックル、竹内さん、ダブルの攻撃は向こうの方が、向こうなんて言いましたけども、外人組の方が多いですね。数パターン持ってますね、はい、そうですね。タウエダメージはどうでしょうか、どこで反撃に出るか。さあ、走り込んでるラリアット、ハンセンで、スパイビーであります。そしてブルドッキング、スプルケだ、チャンス。ああ、
しかし武井さんダメージ深い、ダメージが残ってるんですね。カウント2で反応が取りますか。もうちょっと元気が取って、あの状態でやっぱりアトピックドロップが打てたんですよね。あ、なるほどね、踏ん張ってね。さあ手浮きが頬を膨らました、頭を振った、あー、プロの手合わせた、出てて世界が見えた、かすかだが世界が見えた。さあこの鶴田にタッチだ、この世界の窓を開けてほしいですね。はい、今タッチ、ジャンボ鶴田が飛び込む、ジャピリー強い鶴田だからこれだ、そしてお前もこれだ、ジャンピリー鶴田が切れている、切れてしまっております。もう一回振ってジャンプラリアット、普通じゃない、全然普通じゃない。上位口カウント2です、カウント2です。抱き起こしたスパイビーを振る、あー、それはやだ、何を狙っているスパイビー、お前一丁やってこいというところでしょう。高橋さん、そうですね、ここは田植えの頑張りどころですよね。スモーラリアット田植え、スパイビーに打っていった、七転び八起きという言葉がありますが、七も転んで八度また転んだこともありました田植え。川津落とし馬場直伝、やっとハンド強まで追い込んだ、三半戦もカットに入りません。高橋さん、あのゴディ軍もハンセン軍もこの田植えの成長を警戒してるんですよね。それは要注意ですよね。あっと、これもダメだ、スパイビースパイク、スパイビースパイク、まあ、ただスパイビーも相当疲れてますね。スパイビーもスタミナを下ろしている。高橋さん、何しろこの世界最強だ決定リーグ戦、これだけの強者がいて長丁場ですからね。一戦一戦本当やっぱり疲労が溜まっていきますからね。はい、さあしかしそこは無尽蔵のスタミナ、釣れた、うなる肘、鶴田の肘、今15分が経過、喧嘩する肘とも言われています。七夕三半戦両の手、さあそして今度はこちらは引き分けのない足膝小僧であります。もう何連発も踏みつけ攻撃、あーサッカーボールキック、あーっとあーっと、今サポーターをいじった、サポーターをいじった、鉄腕がうなるか、腕がスパートをかけている、腕がスパートをかけている、ふわーっと危ない、今場外でラリアットを切ったらバンジキュースだったねえ。竹内さん、田植えが意地見せましたね。田植えが意地を見せて今それを救いました。さあ今さあ田植えチャンスですよ。これは反戦が場外の状態、反戦が場外の状態。竹内さん、今は2人が場外ですが、試合の権利はスパイビーと田植えですからね。さあここはチャンス、2対1の状況、反戦が場外だ。しかし鶴田の足を引っ張る、あー、田植えのトップですよ、田植えのトップですよ、これは。そしてジャンボの2位、こんなレスラーがいたっていいじゃないか、田植え。そして鶴田、カウント3、カウント3、最後は土壇場の連携、混戦の中から一度ピンフォール勝ちであります。ジャンボ鶴田、田植え明、名古屋大会の敗戦ショック、これを吹き飛ばしまして、田植え明、鶴田組、これで6点ということになりました。反戦組4点止まり、16分9秒耐え止めです。今日はどういう試合になりますか。さあ、やっとギロチンドラップ、田植明があります。竹内さん、一つこの大変明るい材料があるんですが、この田植明がですね、あっとトランクスを掴んで場外、これはうまい。さあ、その三半戦が今待ち受けて、今5分経過、キックを飛ばしていく、そして鉄柵攻撃だ。
このハンセンにシングルマッチでしたが、武井さん、田植えがもうものすごい粘りを見せて5分間ヘッドロック、そういう試合が私記憶に残ってるんですがね。ありましたね、やっぱりあれを思い出してですね、今日もやっぱり田植えはやっぱり守りよりも攻めてってほしいですね、はい、そうですね、ここからの反撃に期待したいと思います。ハンセンもあの時にはあそこまで攻め込まれるとは思わなかったと、このように話しています。ダディスパイビー正面から正面飛びのドロップキック、そのままカバーに行きます。ダディスパイビーであります。今日はスパイビーが何か光ってますね。そうなんですね、鍵を握るのはひょっとしてこのダニースパイビーかもしれません。まだスパイビースパイクは出していない。左のパンチ腹筋に打っていった、首筋のあたり、さあこれを歯を食いまくって耐える田植え、何かありそうだ。ヘッドバットがあった、ヘッドバット2連発田植え明、しかし巧妙に青コーナーに吸い込まれてしまいました。スタンハンセンが待っている、そしてコーナーマットに打ち据えられました。スタンハンセンの動きパワフルであります。あっとこれはかわした、この辺の動き、この体が大きい田植えですのに今の軽快な動き、かわしましてラブのチョップを合わせます。逆に今度はスタンハンセンをニュートラルコーナーに追い込みました。田植えアキラエルボーが開くのないエルボーであります。ハンセンが左の手首を痛めてますからね、ここをまず攻めていくことですね。なるほど、一点集中攻撃をしたい田植えアキラであります。離しません離しません。スタンハンセンの左腕、このテーピングが施されております。この激戦の中で痛めました左手首、これをなんとか狙いたいところであります。さあコブラツイストはダニースパイビーであります。ここまでの流れ、武井さんどうご覧になりますか。そうですね、タウエも頑張ってますけどもね、やっぱりチームワークとしての流れではやっぱりハンセンスパイビーの方が一つの流れを持ってますね。あ、そうですか。この両チームでありますが、鶴田タウエ組は来週放送の横浜大会ゴディ、おっと逆にコブラを行った、コブラを行った、来週横浜ゴディウィリアス組に、来週札幌エース組、そして3週後の最終戦武道館大会では三沢組との対決が決まっています。まさに一つも落とせない、あー一つ返されてしまいました。ダニースパイビーのバックドロップ、スパイビーカバーだ、田植えどうする、歯を食いしばって返しました。一方のハンセン組は来週放送横浜三沢組、来週放送札幌馬場組、3週後放送の武道館ゴディ組、高橋さん両チームにとりましても息がこれ抜けないですね。今後ね、もうこれは抜きようがないですね。そうですね、さあ田植え窮地を脱しました。いい形でいい形でタックのセオリー鶴田に渡しております。この辺も成長の後、さあ鶴田応える、ジャンピングリー、ジャンボ鶴田、そしてハンセンにも打った、最強タックの顔ジャンボ鶴田であります。そして踏みつけ力感があります、ジャンボ鶴田の攻撃、そして力強い逆エビ固めに行こうというところであります。高橋さん、この馬場組にはこの深くを取りましたジャンボ鶴田タウエでありますが、高橋さんこの勝ち方を見てますと、ブッチャーディートン組、ブッチャー組ディートン組で対戦しました時にもあのフライングボディシタストロップが非常に有効なんですよね。このシリーズのジャンボはバックドロップよりむしろですね、あのフライングボディシタストロップの方がやっぱ重要視してますね、はい、さあ膝を当てました。さあ飛び込んでフライングボディシタスがあるか、あー左でゴーッ、エビ固める、すごい硬いエビ固めだ、赤井さんすごい硬いエビでしたね。そしてサポーターを落とす、ニードロップですね、今度は首を狙ってきた、後頭部を狙ってきた、ハンセンスパイビー組一進一退、流れは変わった、ハンセン組有利、ニーを突き上げるスタンハンセンです。あの鉄腕はいつになるか、右のエルボー、左がダメなら右、本当にスタンハンセンこらえております。さあ田植えコールが起こってきた、田植え耐えることができるかどうか、さあ今青いコーナーに捕まろうとしたしております、ダブルの攻撃を受けようとしております、ダブルのタックル、高橋さんダブルの攻撃は向こうの方が、向こうなんて言いましたけども外人組の方が多いですね、数パターン持ってますね、はい、そうですね、田植えダメージはどうでしょうか、どこで反撃に出るか、さあシリコンテのラリアット、ハンセンで、スパイビーであります。そしてブルドッキング、スプルケだ、チャンス、あしかし竹内さんダメージ深い、ダメージが残ってるんですね、カウント2で反抜け取りますか、もうちょっと元気が取って、あの状態でやっぱりアトミックドロップが打てたんですよね、あなるほどね、踏ん張ってね、さあ手浮きが頬を膨らました、頭を振った、あプルオの手合わせた、出てて世界が見えた、かすかだが世界が見えた、さあこの鶴田にタッチだ、この世界の窓を開けてほしいですね、はい今タッチ、ジャンボ鶴田が飛び込む、ジャンピリー強い鶴田だからこれだ、そしてお前もこれだ、ジャンピリー鶴田が切れている、切れてしまっております、もう一回振ってジャンプラリアット、普通じゃない、全然普通じゃない、上位口カ
巻き起こした。スパイビーを振る。ああ、それはやだ。何を狙っているスパイビー。蹴り上げた。田上に任せる。お前一丁やってこいというところでしょう。高橋さん、そうですね、ここは田植えの頑張りどころですよね。スモール、やっと田植え。スパイビーに打っていった。七転び八起きという言葉がありますが、七も転んで八度また転んだこともありました。田植え川津落とし馬場直伝。やっとハンド2まで追い込んだ。三半戦もカットに入りません。高橋さん、あのゴディ軍も反戦軍もこの田植えの成長を警戒してるんですよね。それは要注意ですよね。あっと、これもダメだ。スパイビースパイク、スパイビースパイク。あ、ただスパイビーも相当疲れてますね。スパイビーもスタミナを下ろしている。武井さん、何しろこの世界最強だ決定リーグ戦、これだけの強者がいて長丁場ですからね。一戦一戦本当やっぱり疲労が溜まっていきますからね。はい、さあ、しかしそこは無尽蔵のスタミナ。鶴田うなる肘、鶴田の肘。今15分でよ、この最強タッグで見せてほしいですね。あ、そうですよね。激動の全日本プロレスの中、この一番成長したのが田上明になりますが、スパイビーのラリアットであります。そしてスパイビーもジャンボ鶴田にエルボー。三沢が乗り移ったような、そういうスパイビーの動きであります。そしてスタンハンセン入場。田上にキックを打っていくスタンハンセン。さあ、田上を飛ばすエルボー。田上動きはどうか、止まってしまうか、起き上がるか。すごいストンピングだ、スタンハンセン。ものすごい形相だ。気合が入っています、スタンハンセン。首根っこを捉えた。場外へ投げてます、スタンハンセン。これを追う深追いか、それとも場外でスタミナを奪うという作戦か。胸板にある。パッチにチョップを打っていくスタンハンセンであります。金髪を踏み出しているスタンハンセン。そしてこのすごい動き、速い動き。タケさん、スタンハンセンの動きどうです。やはりここまでですね、やっぱりその3勝6点に来たやっぱり自信がですね、今日の試合でもはっきりと出てますね。そうですか、タケさん、アメリカでこれユナイテッドステートのアメリカのヘビー級チャンピオンになりましたね。ですから日本のと合わせると今やもう4冠王ですからね。そうですね、現在3冠王を持っております。従いまして最強タッグを優勝すれば五冠王になります。タンハンセン、ハンセンからスパイビーへのつなぎです。チョップを打っていく。さあ、田植えも返せるようになった。スパリが早く漏れた。田植え、さあ投げるぞ。スパイビーを投げた。今日も期待できそうな田植え明。そしてジャンボ釣れた、飛び込んできた。しかし高橋さん、スパイビーの気合の入り方どうご覧になります。スパイビーもよくなってきました ね、 ね。鶴田のこのエルボーに歯を食いしばって耐えている、うん、今ちょっと口が開いた。苦しそうだスパイビー。さあ、ジャンボ鶴田腕を捉えた。振る、振り返す。スパイビー何があるか。おっと、ラリアット。あのショルダースルーはいつもジャンボが見せるパターンですけどね。そうですね、それを逆にスパイビーが打って、しかもですね、自分でやっぱショルダータックルを持ってきましたね。はい、そしてフロントのヘッドロック。スタンハンセンのタッチ、タッチワークが早いです。高橋さんね、早いですね。はい、どういう試合になっていきますか。さあ、元三冠王のジャンボ鶴田、現三冠王のエルボーウィースタンハンセンカバー。この三冠王像をめぐる思い、この最強タッグ決定リング戦ではタイトル戦が行われないのが不分率、従いましてそういう思いも鶴田今日中にあるでしょうね。まあ、ジャンボとしてはなんとかこのやっぱりシリーズでですね、できることならやっぱ三冠戦やりたかったんでしょうけどね、はい、やっぱりこれだけやっぱり公式戦が詰まってますんで ね、 そ、 うですね、それが叶わなかっただけに今日やっぱりなんとかそれを報いてほしいですね。スタンハンセンフェイスロックであります。前々シリーズミサオを破りまして、この挑戦権を獲得しましたジャンボ鶴田ありますが、三冠王座は取り替え、とりあえず挑戦は来年ということに持ち越されました。その分世界最強だ決定リーグ戦にかけていますジャンボ鶴田。その思いはスタンハンセンと同じ。さあ、ギロチンドロップ。竹内さん、ゴディ・ウィリアムスがここまで全勝できておりますから、ハンセン・スパイビーにとりましてもこれは負けられない一戦ですよね。まあ、横を見るとまさにですね、そのゴディ・ウィリアムスが同じような形で並んでます、はい、並んでるだけにですね、はい、やっぱりハンセン・スパイビーもここは星を落とせないですね。ショルダーバスターダニー・スパイビーであります。ゴディ組は元世界タッグチャンピオン。しかし竹内さん、ハンセン組は世界タッグについてませんからね。それだけにですね、今年はやっぱり何が何でもまたこれもまた優勝を狙っていきたいところなんですよね、はい、さあ、ブレンバスターで切り返したジャンボ鶴田であります。全シリーズ豪華なメンバーが集まりました。その鶴田組とこのハンセン組、前哨戦を行いましたが、その時には鶴田組が敗れております。興奮に思い残すことなく身を焦がしたい前半戦の天王山大阪大会チャンピオン候補入場。ハンセンです、スパイビーです、カウベルが響き渡る。
ブルーロープの裏にそのままハンセンの気合を示しているようだ。90年代最初の世界最強タッグチームの栄誉と称号はどのチームに輝くのか。9年連続出場スタンハンセン、鶴田に次いで優勝経験が多い4回優勝のスタンハンセン、3年連続の優勝を目指します。最も気合の入っているチーム、まずダディスパイビー、現在3冠王者、3年連続チャンピオンを目指すスタンハンセン、体にファイトを振りかけて今世界がライバル田植え TT4 全日本代表チーム最強タッグの顔、ジャンボ鶴田です。竹内さん、前回放送の後楽園ボディ組、ハンセン組、鶴田組、馬場組順当に勝ちましたが、いよいよ潰し合いが始まりましたね。いよいよ中盤からですね、後半にかけての大きな山がやってきますね。全ての勝ちは2点、引き分けが1点、全ての負け、そして両者リングアウトは0点であります。優勝チームは1000万円の賞金と世界タッグ王座が与えられます。ここまでこの鶴田田植え組はブッチャー組に勝ち、ディートン組に勝ち、馬場組に名古屋大会敗れました。現在参戦して2勝1敗4点、片やハンセンチームはパンクスに勝ち、エース組に勝ち、2戦2勝4点であります。高橋さん、スーター組としましては24時間前の名古屋大会馬場組に負けました。今ゴンが鳴った、もう1敗も負けられない。そうですね、もう2点ロスしてますからね、これ以上のロスはもう許されないところまで来ますね。それには強敵であります、このダニースパイビー、そしてスタンハンセン、ダニースパイビーも気合が入っています。おっと鶴田が出たぞ、早くも鶴田が出た、そしてスパイビーだ、鶴田コールが起こっている、鶴田コールが起こっている。竹内さん、竹内さんはゴング氏でこの鶴田田植え組が優勝できなかったら頭を丸めると宣言しましたね。おそらく今日のこの会場の盛り上がり見てもね、それがやっぱり今の全日本のファンの一番大きな期待だと思うんですね。期待と言いますと、やはりこの全日本チームに頑張ってもらいたいという、今年は何が何でもこの鶴田田植えやっぱり優勝してほしいですね。竹内さんも同じ思いですね。今ショルダータックル、ジャンボ鶴田ちょっと動きました。さあ自らロープに飛ぶ、あスパイビーの気合も伝わってくるようですね。さあ気合入っ、もう一回だ、エルボー、ミサーを倒したエルボー、ダニースパイビーに打っていきました。そしてタウエイタッチであります、タウエイは初出場、スパイビーが相手、さあドロップック、タウエイアキラ表情が険しくなりました。まさにこの行走ご覧ください、闘志むき出し、さあ突っ込んだエルボー。武さん、技のタイミングが非常に正確になりましたね。それとですね、今年平成2年ですね、タウエは良くなったと言われる集大成、アームブリカー、そしてロープを利用するこの武さん、フライングボディシタストロップっていうのはバックドロップよりも安定感はありますよね。バックドロップの場合はですね、やっぱりどうしても、ちょっと待ってください、はい、今放送横、相変わらずスタンハンセンの左腕を今度は鉄柵を利用しました。非常にこの効果的に場外戦を制しました。ジャンボ鶴田であります、高橋さんお話し続けてください。バックドロップの場合はですね、打った後にホール行くまでのやっぱり何秒間かありますよね、はい、しかしフライングボディシタードロップの場合はそのままホールの体勢に行きますからね、ははやっぱり数秒間のやっぱり節約になるわけですね。なるほど、そのあたりはやっぱりその勝ち取りゲームですからね、はい、ジャンボとしても計算してるんじゃないですかね。なるほど、このハンセンの今左腕集中攻撃を行っておりますが、この昨日も名古屋でハンセンの左腕でエース小橋が集中攻撃を行っています。もうこれ竹内さん、本当に1000万円だと思って話しちゃいけませんね。ともかく一度掴んだらガッチリともつかみ切ることですよね。はい、竹内さん、この1敗をね馬場組にいたしました鶴田田植え組ですが、特にこの田植え初出場だ、その辺心理的なもの、王を引いてますか、ダメージっていうのは。ファンの間はではですね、やっぱりちょっと優勝無理かなという声もあるんですけどね、はい、僕は逆にですね、この1敗で田植えは気分が楽になったと思いますね。あー、なるほどね、やっぱり当然初出場ってことでプレッシャーかかってましたからね、それがやっぱり1敗したことによって初めてなんかその足が地についたと言いますかね、これからが本番じゃないですかね。馬場さんもお話でした、あの後楽園大会最強タッグのリング上というのは本当に独特の雰囲気があるというだけに、この田植え1敗がどういう風に影響を及ぼしますか。さあ高連携を見せているジャンボ鶴田も攻め上げる、竹内さん、しかしね、ここを攻めて左腕、黄金のラリアット、左腕どうですかね、効果ありますか。まあ、かつてですね、馬場選手もですね、もちろんジャンボもですね、いろんな選手がこの左腕を攻めてみたんですけどもね、はい、完璧に攻め切ったことがないんですよね。あー、なるほどね、
それほど強靭な左腕であります。今スタイビーがカットしました。タッチの回数が多い。完全に流れは鶴田田植え組に向いておりますが、どこまで徹底してこの左腕を攻め上げることができるかどうか。至近距離からの竹内さん、このラリアットがスタンハンセン、非常にジャンボのフライングボディスターストロップを言うならば、この人のあーっと顎砕き、ショートレンジのラリアットが怖いんですね、このシリーズ最近特に怖いですね。タブレイ右の竹内さん、エルボーですか。右でエルボー出しましたね。いやいやいや、左がダメなら右なんですよね。あ、これがオイスリュー選手の証であります、スタンハンセン。さあダニースパイビーは今度はタイムドライバーを打っていきました。そのままカバー、赤いコーナーでもカバーに行くというこの姿勢、ダニースタイビーであります。カウント2で返したタウンに拍手。さあ今度は横投げにしてサイドバスター。高橋さん、4人が4人、これ2メーターの身長ですからね。一つ一つの技に本当にやっぱり重みっていうか、その自圧感がありますね。そうですね。さあ今度は広角のカバー部分ですか。ちょっと外れたか、タウンどうだ、これは返せるか。するたまにやった。これスパイビーのパワーボムの場合はですね、落とす瞬間に手を離すんですよね。あはこれがやっぱり危険ですね。そしてゴディよりも身長があるだけにね、振り方が大きいですね。そしてサンハンセン、今度はテイクウダが速いブレンバスター。さあそして声を出してエルボー、いやランニングエルボーと申し上げた方がいいでしょう。